日本生命セパ交流戦、阪神日本ハム3回戦、18日、甲子園、阪神が1対0の7回に1点を失い、同点に追いつかれた、写真、仲良くかき氷を食べる阪神、村上翔貴と佐伯宏と6回から登板した石井が続投したが、一市から万波に中前打を浴びたところで降板。 3番手でキリシキがマウンドに上がった、水野にギダを決められ西二塁とされると、代打、聖宮に初球のスライダーを捉えられ右前的地打、5回のチャンスに代打を送られて5回無失点で降板した先発、村上の3勝目の権利が消え、試合は振り出しに戻った。